さあ本日も参りましょう。ミスター武士道の戦国回し、本日は幕末出来事解説、もっと評価されるべき幕末の佐賀藩編。 SAGA 佐賀。さあ佐賀でございますよ皆さん。ちょっと皆さん佐賀をね侮りすぎてるんじゃないですかと。幕末といえばね、薩長土肥ですよね、薩摩長州土佐肥前ね、この4つですけど、うん、薩摩西郷隆盛いるじゃないですかね、長州ね木戸孝允、高杉晋作、ね、伊藤博文いっぱいいますよ、土佐坂本龍馬、え肥前って誰いるんですか。そうなってるあなた、佐賀を侮ってるんじゃないですか。佐賀藩ね実はめちゃめちゃすごいです。幕末ねとてもすごい藩だったんですよ。でもね今こんなに地味地味っつってねいじられてるのはなぜか、それがですね全てこの、ね、幕末明治のね時の出来事に、関わってるんですね。今回はこのね今あまりね評価されていないこの幕末の佐賀藩をですね、本当はもっとすごかったんだってことをね皆さんにねお伝えするために解説動画をね作りました。需要があるかは分かりませんけどやっていきたいと思います。それでは行きましょう。幕末の佐賀藩でございます。はい、幕末の佐賀藩ね、青天を衝けの中でもねパリ万博描かれたりしてましたよね。あの中で薩摩藩とねその幕府の方がこれねうちこれ薩摩のやつがこの幕府の門って言って置いてあるじゃないかってうわーって揉めたりとかしてたじゃないですか。実はあそこにねなんと佐賀藩も出品してるんですよ。実は全然描かれてなかったけど薩摩藩と幕府以外にも佐賀藩も出してるんですよね。逆に言うと日本全国いろんな藩いっぱいある中であのパリ万博に出品できたのは薩摩と佐賀だけだったんですよ。めちゃめちゃすごいやん佐賀と、ね、その佐賀がねなんでそんなすごかったのかねこれから話聞きますよ。はい、まずですね佐賀藩幕末というか、まあ、江戸時代の佐賀藩の立場というかね役割ってすごく重要だったんですね。江戸時代長崎の、ね、数少ない開いてる港でございますよ。鎖国してる中数少なく開いてる港長崎の、ね、オランダの船とかいっぱい来ますね。そこの警備を任されていたのが佐賀藩だったんですね。まあ、長崎自体は天領って言ってその幕府の直轄の土地なんだけどもそこを守備するのはこの佐賀藩の、ね、人たちだったんですね。まあ、交代交代で福岡藩の人もね、1年ごとに来たりとかするんだけども、まあ、佐賀藩もここを守ってたわけですね。はい、でもですねそんな佐賀藩がここでね一回やらかしてしまうとね、事件が起きます。それがフェートン号事件と言います。はい、ここちょっとね詳しくは話しませんけども、まあ、要はですねイギリスの船がやってきてですねその時ね幕府は鎖国してますよ。オランダとかとは攻撃するけどイギリスはちょっともう怖いから無理ってね、なんかこうキリスト教布教してきたりとかもするし無理っていうのがあってずっと国交を立ってたんだけどもそのイギリスの船がですねそうオランダの国旗を掲げてオランダ船のふりをしてやってくるんですね長崎に。でそれをこう入れてしまったらですね実はイギリスの船でしたってねこれから俺たちの話を聞けみたいなことをねイギリスの船やってくるわけですよ。でそれで本来ならそこを守ってた佐賀藩がですね兵を出してねお前なんてことしてんだってねオランダ船のふりをして入ってくるなんて許さんってね撃ち落とせっていうことを、まあ、本来やるべきだったんだけども佐賀藩この時ですねめちゃめちゃサボっちゃってたんですね。ずっと平和な時代が続いてたからいやもう兵士をねそこに置いとくだけでも経費かかるからもう減らしとこうって10分の1ぐらいのね兵士しか置いてなかったからもう全然太刀打ちできなかったわけですよ。はい、で結果的にこのフェードン号事件はそのイギリスの人たちに頭を下げてですねなぜかね頭を下げてでまあいろいろこうね食料とかね水とかを補給してあげたことで、まあ、あの事なきを終えたというかね、まあ、戦いとか戦にはならなかったんだけども、まあ、その時佐賀藩がサボってたせいでこの長崎を守れなかったっていうことでめちゃめちゃ佐賀藩はバッシングを受けるわけですね。何やってんのよと、はい、佐賀藩全然ダメやんお前ら長崎守るんちゃったんかい侍の風上にも置けんですね。めちゃめちゃボコスカに叩かれますね。今みたいにツイッターとかで大炎上してたと思いますけどね、まあ、そういうことやってましたと。でその時の藩士の鍋島成直っていうね人がですねいたんですけども、まあ、この人がねなかなかダメなね殿様だったみたいでね結構もう遊びまくったりとかねでもう側室をめっちゃ抱えて10人ぐらい嫁さんいますってね子供50人ぐらいいますみたいなね、まあ、そういう生活してた人なんで、まあ、とにかくお金遣いも荒くてですねダメダメな藩士だったみたいなんですけど、まあ、こうダメダメ藩士がですね謹慎させられて、まあ、佐賀藩は終わったなって言われてたんですね。はい、だからですねこの佐賀藩をその薩長土肥のね一つ一角にまでね持ち上げた人がいるわけですね。それが次の代の藩主でございます鍋島寛宗ですね。この人は名君なんですよね。はい、鍋島寛宗ね、まあ、名前ちょっといろいろね直政とかねいろいろ名前あるんですけど、まあ、幕末の時代にコロコロ変わっちゃうんで今回寛宗でね統一してきますね。はい、鍋島寛宗はですねすごい名君だったんですね。まあ、そんな風にねお父さんがすごいねもう浪費しちゃってねお金全然ありませんみたいなねしかもそのねちゃんと長崎守れなくてね周りからもすげえバカにされてるってやばい状態の中でですねこの佐賀をね立て直すぞって言ってですねまず自らねしっかり殿様なんだけど倹約して模範を示すわけですね。無駄遣いしませんよとで質素なね服とかを着るわけですね。その絹のねすごい最高級の、ね、和服じゃなくてねこんな感じのね、こう朝のね服を着たりとかしてですねもう簡素に勤めますよって言ってねだからみんなを無駄遣いするなよって言って、ね、まず無駄遣いをねやめさせようとしたりとかですねあとは小農民のね保護ですね。まあ、この時ねもう江戸時
時代もね後期になってくるとね結構貧富の格差があるんですよね。今の日本のね資本主義社会でもそうかもしれませんけど、大企業はどん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 大きくなっていてね、で小さいところはねなかなか大変だみたいなのあると思いますけど、まあ、そんな感じで大きいもうすっごい金儲けて豪農みたいなのがいて、あとはもうちっちゃい農民たちが、まあ、労働者のようにね雇われてたりとかして結構大変なことになってるみたいなことがあったので、官僧はですねその小農民の方を保護するよってそっちに手厚くねこう補助を出したりとかして、みんなでねその格差が広がらないようにみんなでこのね佐賀を盛り上げていこうってことをねやったりしました。でさらにですね、講道館っていう、まあ、学校ですね、これは水戸藩とかでもねありますけど、学校を作って勉強をね身分に関わらずですねみんなに勉強を教えて、でさらにですね医学もですね最先端のね西洋のね医術を取り入れるわけですよ。はい、ワクチンをですねもう日本で誰よりも先駆けてですねこの動員していくんですね。はい、この時天然痘っていうすごい病気がね顔にブツブツとかできちゃって、であの孔明天皇もね天然痘で亡くなってましたけど、まあ、ああいう病気がね江戸時代まですごい流行ってたわけなんですけども、それのワクチンをですね真っ先に取り入れて、でしかもですね自分の息子嫡男ですね、だから次に自分の後を継ぐ将来の殿様ですよ、若様にその接種させてみんなに見せるわけですね。はい、俺の息子がね俺ワクチン接種してるからこれ安心しろと、ね、みんなもワクチンを打って天然痘に備えようってことを言ったわけですね。これ素晴らしいですよね。だから最初はやっぱワクチンってね、まあ、今でもねコロナのワクチン、なんか副反応怖いとかねどうなるかわからないじゃないですかっていう声もいっぱいあると思うんですけど、まあ、そんな感じで当時もね天然痘の何その主痘って怖いんだけどキモいんだけどみたいなね、なんでそのウイルスをわざわざ自分の体に入れるなんてキモいんですけどってねみんな受けてくれなかったんだけど、そのね、自分の嫡男に打たせてこう大丈夫だろってこれでねかからなくなるからみんなも安心して打ってくれってやってワクチンをね流行らせたりとかもしました。はい、さらにですね、高島流砲術ってねいうのもですね取り入れてですね最新のこれはそれまでの日本のやり方の鉄砲とか大砲の打ち方ではなくて西洋の、ね、やり方をこう導入してね、高島先生ってすごい人がいるわけですね。この人の解説動画も、ね、出してるんでぜひそちらも、ね、見ていただきたいんですけども、まあ、高島流砲術っていうのを取り入れてもう最強のね最強 の, その医学も、ね、勉強とかも、ね、しっかりできるし経済的にも、ね、佐賀藩を潤してさらに軍備も整えてね、まあ、完璧な状態にね佐賀藩を持ってきました。いやこの人本当すごいですね。でこれで佐賀藩はですねかつてはねその長崎を守れなかったっていうことでみんなにバカにされてたんだけど、なんか最近すごいやんってね、鍋島感想すごいやんってどんどん評判を上げていきました。まあ、そんな中ですねついにペリーがやってきます。はい、幕末の動乱の始まりでございます。江戸にペリーがやってきてですね開国してくださいよってやってきたわけですよね。で幕府はねもうどうしたらいいか分かんないってねパニック状態になってね、まあ、とりあえず一回帰ってくださいってねなってこの後どうするどうするってみんなで、こうね大論争を繰り広げるわけですけどね、まあ、それまではねこう国の決め事っていうのは幕府だけが決めてたわけですけど、このペリーがやってきたことはさすがに対応できないって言って、まあ、いろんなところからね意見を求めるわけですね。でその中で鍋島感想もね発言するわけですね。鍋島感想はですね港をね長崎を守ってて海外の技術とかも知ってるし、ね、ワクチン取り入れたりとか先進的なね考え持ってるんだけども、この時はですね攘夷論を唱えてたんですよね。なんか開国してねやってた方がいいって言いそうなんですけど攘夷論を唱えてたんですね最初はね。っていうのもねやっぱりこのペリーがやってきてねそれにペコペコしてるね幕府のやつらを見て怒ったらしいんですよね。ふざけんじゃねえとお前ら弱腰すぎんだろ。本来はそのペリーもこう最初は長崎にね行って長崎に行ってそこでまあ交渉するっていうのがまあ筋なんですよね。この時いきなりその江戸の方に乗り上げてねあっちの方に行っていきなりその幕府と直接交渉するっていうのはありえないとかねマナー違反だったんですね当時はね。でもそれを許してしまってるっていう幕府に対していやおかしいだろと、まずは一回長崎に挨拶来させんかいと、そんなことやってるからダメなんだと打ち払うべきだってですね攘夷論を唱えたらしいんですね。でさらにですねその軍備をしっかり整えていたので今度はですねプチャーチンっていうねロシアの船が日本にやってくるんですけど、その時プチャーチンは長崎に来たんですよ。で長崎に来たんだけどそのペリーの時とは違ってねペリーはもう楽々やってきちゃったんですよ。江戸のね防備が甘すぎたから何も怖いもんないです、こっち黒船ありますって感じでガンガン来るんだけど、プチャーチンはですね長崎のこう防備を見てちょっとビビるんですね。なんかめっちゃいや日本遅れてるんちゃうの、めちゃめちゃ大砲とかありますやん怖いんですけどって感じで、あんまりプチャーチはねこうペリーみたいに強気で来れなかったみたいんですよ。それはやっぱり長崎にこのね鍋島感想がね気づいたんですね大砲とかね砲台とかバーってあったからなんですよね。まあ、そういうのもあってですねもうこう鍋島感想の名前どんどん上がっていくわけですね。すごいやんって、あのねロシアのプチャーチビビらせてるやんってね、かつてはねもう守る人がね誰もいなくてねボコスカにやられてねバカにされてた佐賀藩ですけどね、もうここに来て佐賀藩のねもう名声はピークに達するわけでございます。さあそんな中でですねこの超重要人物がねこの佐賀藩の中に登場するわけでございます。今回はです江藤新平ですね。はい、こうね後にですね佐賀の乱というのをね起こす、まあ教科書にも載るような、ね、人でございますけど、この江藤新平もねすごい人なんですね。この人はですね最初はそんなに身分のね高い侍ではなくて本当に身分の低い普通の侍だったんですけども、当時ですねその楠木正
重っていう、このね太平記とかにもね出てきましたけど、あの、後醍醐天皇にね従って足利尊氏とかと戦ったね、まあ勤王の師と呼ばれてるね人ですよね。天皇を敬ってる、まあ、侍としてね有名な人ですけど、その楠木正成を祀るね、尊王攘夷グループみたいな若者たちで作ってます。これからの時代は幕府じゃなくてね天皇をトップにして、我々は天皇に仕えてるんだから幕府とか関係ねえよってね、天皇を一番にして政治をやっていくべきなんだっていうことを言うね、そういうグループに所属してたんですね。だからまあ土佐勤王党とかね、あの龍馬伝とかに出てきた土佐勤王党とかあるじゃないですか、まあ、あんな感じのグループにいて、でそこにねあの将来、総理大臣にもなります大隈重信とかもねいるんですよね。大隈重信いますからね、忘れないでくださいね。ごめんなさい、僕も最初の方にね誰もいねえじゃんとか言いましたけど、大隈重信いますね、はい、大隈重信とかとこう若い頃はね一緒にその尊王攘夷をね訴えるグループを作っていました。でもですね江藤新平面白いんですよ、逆なんですよね。尊王攘夷って言ってるからそれこそねもうやっつけるべきだってね言いそうなんですけど、その時ね江藤は結構先を見ていて、いや確かにその外国人がねずかずか日本に入ってくるのは許せないし、天皇もねその入ってきてほしくないって言ってるから、こう入れるのは確かに問題あるかもしれないけど、でも今の日本のこのね技術力ではさすがに海外には勝てないだろうっていうことで、まずは富国強兵するべきだと、で港を開いてしっかり貿易して国を強くした上で、そこからね海外と戦うべきだって、かなり最先端のねことをもうこの時点で言ってるんですよね、はい、しかしですね江藤はまあねこの時身分が低いからそのね攘夷だって言ってるね、この官僧に自分のその意見を通らずにですね全く影響力をね発揮することができませんでした。しかしですね、ここからね江藤の行動力がすごいんですよね。なんとですね江藤はですねこの先絶対日本が大変なことになるって分かってますから、今一番その政治の中心になってる京都に行って、京都に行って情報を収集しなきゃいけないと思ってですね、なんとですね藩の許可をね得られないままですね脱藩して、ね、犯罪ですよ藩を抜けちゃうんですね、脱藩して京都に行ってですね、それで最先端のねこう政治の事情を知ろうとしてですね、桂小五郎とかとね交流したりとか、まあ、当時のね奥家さんで尊王攘夷派でね有名だった姉屋小路金友とかのね側近になったりとかしてですね、どんどん最先端の情報を仕入れていくことになります、まあ、当然これはね佐賀藩からしたら罰せなきゃねいけない話なんですよ。犯罪者ですからね、あの龍馬とかもねその国のために頑張るぜよとか言ってね、あの土佐を抜け出しちゃったりとかしてね、その後お尋ね者になったりとかしてるじゃないですか。本来脱藩っていうのはねダメなことなんですけども、この江藤はそのめちゃめちゃそのたくさん情報を仕入れて、で奥家さんの側近にもなってね、でその大量のその最新の情報っていうのを抱えた状態でもう佐賀に戻ってきてですね、この官僧に渡すんですよね。今ね京都の情勢はこういう風になってますよってね、で奥家さんたちはこういうこと言ってましてね、今後はこういう風になっていくと思いますみたいな、めちゃめちゃ有益な情報を藩に与えてくれたので、この官僧はですね、まあさすがにね脱藩して本来だったらねもう切腹とかねする可能性もあるような、罪なんですけども、いやこんだけ有益な情報を持ってきてくれたから、まあ、とりあえず謹慎で許してやろうということで、だいぶ罪を軽くされてね許されたりとかもねしてるんですよね。これは非常に面白いですよね。まあねルールを守るっていうことも大事だけど、時にはねこうやってやっぱルールを破って、こうねいいことをするっていうのがこう歴史にね名を残す人のね、まあ、行動力なのかなというふうに思います。まあもちろんリスクはめっちゃ高いけどね、下手したら官僧がねあのそんなん関係ねえってね、ルールを守らないやつは全員殺すみたいな感じの、ね、頭の固い人だったらね処刑されてたかもしれませんけど、まあね官僧がねその柔軟だったおかげで、まあ、江藤のね、この話を聞いて、江藤を許したということになります、はい、でそういうふうに江藤がですねいろいろ情報を持ってきてくれたんで、これは俺たちもね京に行かなきゃいけないだろうということで、官僧はですね京に上洛することになります、はい、その時ね京には長州藩のね人たちだったりとか、あとはね島津久光なんかがね、上京したりとかしてて、で一橋慶喜もね京に来てますということで、まあ、そういう歴史を動かす重要人物が京にめちゃめちゃ集まってるっていう状況なんですね。だからさすがにこれは行かなあかんやろうということで、官僧も上洛します。ただですねここでちょっとね官僧やらかしてしまうんですね。もしここでまあでも難しいですけどね、まあ、もしもね話は難しいんですけど、もしここでね官僧がうまいことやってたら、もしかしたら薩摩とかね長州よりもね力を持ってた藩になったかもしれないんですけども、この時官僧はですね京に登ってきてですね、まあ、いろんな人とこう話をするわけですけど、ちょっと調子乗っちゃうんですね、はい、まあ、かつてねそのプチャーチンをビビらして追い返したっていうね実績もありますから、いや薩摩藩とかねなんか長州藩とかねなんか調子こいてますけど、いや佐賀藩に全然かなわないですよこいつら、所詮は田舎者ですよとね、佐賀藩はもうずっと昔から江戸時代代々ねその長崎を守ってきたね、藩ですよと、もう最先端の装備最先端の技術持ってんのもねこちら佐賀藩でございますから、これからの京都の守りはですね佐賀藩にお任せくださいとか言っちゃうんですね、まあ、言ってることはもっともなんだけどね、まあ、正論ばっかり言ってるとね嫌われるっていう話がありますけどね、そんなこと言っちゃったからですね薩摩の人たちも怒るわけですね。ふざけんじゃねえぞと、の何がお前田舎者でお前らも変わんねえ、同じ九州のお前佐賀だろうがお前佐賀のくせにみたいなね、でうわーって喧嘩になっちゃうんですね。でそれを見かねてもう幕府の人たちはあもう分かった分かったってね、とりあえずじゃあもう薩摩にももうあの佐賀にももうお願いしないっていうことで、それでもなんかもう喧嘩やめてくださいってなってですね、まあ、最終的にその京都守護職っていうのはね会津藩がやっちゃうんで、結局その佐賀藩はですね京都でこう発言力を持つことがねできなくなっちゃうわけですね。で島津久次郎も結局ねいろいろ
一橋家をね、吉野と揉めたりとかしてね、京都去ることになっちゃうわけでございますけども、この上洛ではですね、調子に乗りすぎた結果、その実権を握ることができずにですね、佐賀に帰ることになっちゃうんですね。これはね、しくじりですね。でもね、このタイミングでこれが起きるわけですよ。8月18日の政変、そして禁門の変ですね。はい、その尊王攘夷じゃって言ってた長州藩を中心とした尊王攘夷のね、志士たちとかね、それからね、三条実美みたいなですね、こう勤王の奥下さんですよね、もう幕府にもガンガンね、こう言っちゃうようなね、そういう奥下さんとかが追放されるっていうね、事件が起きるわけですね。はい、もしね、この時ね、佐賀藩がこの8月18日の政変の時にいたらですね、まあ、もしかしたら薩摩側ね、ついて会津とかと一緒に長州を追い出す側になったのか、それともね、長州と一緒にね、追い出されちゃう側になったのか、ちょっと分かりませんけども、このゴタゴタにはですね、巻き込まれずに済んだというわけでございます。はい、で佐賀藩はですね、その後ですね、この追い出されてしまった長州藩をですね、ちょっと気の毒に思って支援するんですね。もともとはやっぱ尊王攘夷の、ね、思想が強い関総ですから、いや長州藩かわいそうやんって言ってね、こっそりね、支援とかしたりしてですね、その後長州征伐とかも行われますけど、その幕府からね、長州を攻めろって言われてんだけど、あんまりやる気出さずにですね、なんか後ろの方でね、なんかこうね、お茶を濁したりとかして、でその結果幕府がね、長州征伐失敗しちゃうなんてね、ことになったりとかもするわけですね。佐賀藩が本気出してたらね、もしかしたら長州潰せたかもしれないんだけど、長州藩に同情的だったんで幕府に味方しなかったというわけでございます。はい、そして戊辰戦争が始まるとですね、鳥羽伏見の戦いにはね、間に合わなかったんですよね。まあ、その時ね、江藤新平とかはこの王政復古がね、起こるタイミングで、いや俺たちも京に行って新政府側についた方がいいって言ったらしいんですけど、ただこの段階ではね、まだね、全然徳川が勝つ可能性っていうのもあったんで、ちょっと関総はですね、いやまだ時期尚早だって言ってね、今行ってもし、ね、徳川に負けたらマジで潰されちゃう可能性あるから、ちょっと一回様子見ようって言って少し待ってて出遅れてしまうんですね。はい、まあこれね、まあ、結果的に言うとね、その江藤の言ってたことって正しくて、先に言ってた方がね、良かったとは思うんですけども、ちょっと慎重になったせいでですね、この鳥羽伏見の戦いには間に合いませんでした。しかしですね、佐賀藩はですね、この時アームストロング砲っていうね、まあ、当時最強の大砲を持ってるわけですね。まあ、このアームストロング砲っていうのは本来ね、こう船と船が海上で戦う時に相手の船をね、強沈させるために船にぶち込む大砲なんですけど、まあ、それをね、イギリスとかから輸入して、まあ、佐賀藩が作ったっていう説もあるんですけど、実際のところはね、輸入品だったと言われています。はい、そういうね、イギリスからね、輸入したアームストロング砲を使ってですね、この後戊辰戦争でね、まあ、大活躍していくことになります。はい、僕ちょっと上野戦争のね、解説動画出した時にちょっと間違えちゃってたんですけど、上野戦争で使われたアームストロング砲もこの佐賀藩のものでございます。はい、でもね、佐賀藩士はちょっと待ってくれてね、アームストロング砲っていうのは船をこの落とすための、船に打ち込むための大砲だから、威力が強すぎるから、さすがにそれを人に向かって撃つっていうのは、やめた方がいいんじゃないかって言ったらしいんですけどね。大村益次郎とかはね、いやそんなん関係ねえってね、もうあいつは徳が強いからもう使っちゃえって言ってですね、でその普通兵士に向かってバンバンアームストロング砲を打ちまくって、で上野戦争がたった1日で終わるとかね、まあそういうことがあったわけです。まあ何にせよ、このね、アームストロング砲のおかげでですね、このね、新政府軍っていうのは快進撃を続けられたというわけでございます。はい、なので佐賀藩大活躍なんですよね。でさらにですね、明治になってもですね、明治政府で関総はね、活躍していきますし、岩倉遠見がですね、なんとですね、この鍋島関総めちゃめちゃ頼ってるんですよね。いやすっげえ頼りになるわ関総さんってね、うちのね、息子たちを鍋島さんとかで育ててもらっていいですかってね、長男と次男をこう鍋島関総に預けて、でその長崎の方ってね、やっぱ最先端のね、勉強とかできる場所ですからね、海外からいっぱい人も来るし、だからね、こう英語とかね、多分教えてあげてくださいって言ったんでしょうね。なんと岩倉遠見から息子たちを預けられるってね、まあ、それぐらいね、みんなから信頼されていたのが、まあ、鍋島関総でございます。はい、で江藤新平自身もその新政府にね、その木戸孝允と、ね、桂小五郎だった木戸孝允と仲良しでしたから、呼ばれてですね、新政府で重役を担って、この新しい国のね、司法をね、いろいろね、こう確立させていくっていうことをやったりとかしています。まあ、江藤新平の話はね、いずれね、詳しくちょっとお話したいと思うんで今回割愛しますけども、まあ、そういうふうに2人は明治政府で活躍していきました。しかしですね、明治4年頃にですね、関総がもう死んでしまって病没してしまって、でその後ですね、明治7年に江藤新平は佐賀の乱というね、反乱を起こすことになってしまいます。はい、そしてこの佐賀の乱が起きたことによって、佐賀藩はですね、罰をね、与えられるわけですね。もうお前ら信用ならんとなってしまってですね、なんと1回ですね、もう佐賀県っていうものがですね、消滅してるんですよね。はい、これね、僕もね、ちょっとね、全然別のね、ゾンビランド佐賀っていう、まあ、佐賀を、ね、モチーフにしたアニメがあるんですけど、それ見てた時に知ったんですけど、実はね、佐賀県って1回消滅してるんですよね。一回消滅して、それがね、みんながその佐賀を復活させようっていう運動があって、今の佐賀県がね、戻ってきたっていう話があるんですけども、なんとここで一回佐賀藩消滅しちゃってるんですよね。はい、だからもしかしたらこのね、幕末のこの大活躍があったにもかかわらず、今ね、ちょっとこの佐賀藩って地味なんじゃないのっていうね、印象がついてるっていうのは、この佐賀の乱からの佐賀藩の消滅っていうのがもしかしたらあったのかもしれないですね。はい、
では本日の、ね、お話はここまででございます。いかがでしたでしょうか。幕末の佐賀藩のお話でございました、はい、でこの、ね、佐賀が消滅する原因になった佐賀の乱を、ね、また詳しく、ね、ちょっとお話しする動画、ね、別に作りたいと思ってますので、ぜひそちらも、ね、皆さんチャンネル登録していただいてお見逃しなくお願いいたします。さあ青天を衝けはですね、もう次ですね、来週からね再開いたしますのでね、いや早く始まってほしいですね。楽しみでございます。それでは皆さん、これはねこの大河の再開に合わせて戦国回しもね止まらずにね解説頑張ってやっていきますので、ぜひ応援よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さらばじゃ。